いや、今日はちょっとお風呂上がりですっぴんなので、お風呂上がりすっぴんってテロップに入れとくね。 お風呂上がりすっぴんすっぴん。今日はどうしようかな。ちょっと唇の潤いだけ取っておきます。これはこっちか。よいしょ。今日はちょっとね、配信中にね、やりたいことがたくさんあるんだ。でも、ちょっと今日の話をすると、私が今日土曜日をどんな風に過ごしたかっていうと、まあ一生動画編集してたわけ。なんかこの前ね、そうちょっと外に出て撮影してきたんだけど、その動画の素材がとんでもなく長くて、そう、それを試行錯誤して今編集してるわけ。でもそれは多分もうちょっと先になるのね、上がるのが。そう、多分それより、それが後回しになって、それより先に上がる動画とかこれから出てくるんだけど、あ、見て、ちょっと話変わるんだけどさ、こう100均でさ、ちょっと「ハバグッドデイ」はマジでいらないなと思ったんだけどさ、これを買ってきて、これに舞台の資料を全部入れて私は撮ってあるの。これからね、いろんなところに持ち歩くから、稽古場とかね。まあじゃあ台本とかはもちろん写せないんだけど、そういうのをこれに入れて持ち歩きます。資料たくさんだからね。前回の家族の話の時も、なんか台本入れるやつを100均で買って、でその台本のまま撮ってあるのね。なんかそのチラシとかを全部入れて、もうワンセットで思い出として撮ってあるから、今回も撮っておく。これも入れて。音楽の日は見てないの？見たよ。見たからさやはツイートしたんだよ。私のツイート見てない？私のジョン・マイ・ラブ台本セット、これは机の下に入れておいて、で今日はちょっとやりたいことがあるから、あれ、ノート、ノート、ノート、あった。こんばんは。まあ今日はね、土曜日どんな風に過ごしたかっていうのをみんなにお話ししていきたいんだけど、今日はマジで偉くて、7時ぐらいに起きて超早起きだったわけ。超絶早起きだったんだけど、まあ、それは勝手に目が覚めたわけ。すごくない？この私がだよ。朝起きれないで有名な私が自然に目が覚めて、でそっから動画編集をね、ずっとやったの。マジで偉いと思った。マジで偉い。トメさん、水鉄砲10個ありがとう。ありがとう。夏早寝早起き。うん、昨日割と早かった寝たの。だから今日もこれで早く寝れば、早寝早起き大成功の巻って感じ。マジで動画編集ずっとしてた。なんかさ、昨日の時点ではさ、昨日なんか動画編集しながら、動画違う、ショールーム配信したと思うんだけど、昨日はなんか動画時間にしては2分ぐらいしかできてないって言ってたけど、今日12分ぐらいできてるから、今日だけで10分も進んだの。マジで偉いよね。それでもまだ動画の終わりが見えてこないって、どんだけ動画の素材長いねんって感じなんだけど。と、明日の予定を立てよう。明日何時に起きれるかな、私。微妙。今日早く起きた、起きれたから一日長かったけど、明日も早く起きれるかは別に微妙だな。でも明日は絶対に早く起きないといけないから、何が何でも7時に起きよう。絶対に7時に起きる。7時起床。なんかね、最近私は暑くてダラダラしちゃうから、そう、もうスケジュール、タイムスケジュールを立てないと無理だということに気づいてしまった。こんばんは。
7時起床で、ちょっと明日早急に買い物に行かなきゃいけない。今日せっかく買い物行ったのにさ、また今日早急に買い物に行かなきゃいけなくなっちゃったから、7時起床で顔洗ったりして、お風呂洗いどこのタイミングでしようかな。こんばんは。合宿みたい。確かにスケジュール立てんの偉いです。もうね、スケジュール立てないとできないことに気づいちゃったんだよね私。逆にスケジュール立てたらなんかそこそこ遵守してできたんだよね。今日試してみた。やば、日曜7時に起きるってめっちゃ偉くない？まあいいや。で7時に起きて、どうしよう、お風呂掃除とかどのタイミングでしようかな。起きて一発体動かしたいから、ここでお風呂掃除までやっちゃおう。顔洗ったりとかお着替えしたりとかで、ここお風呂掃除もやっちゃおう。だから7時半までにお風呂掃除まで。OK。 で、昔野球やってた時は日曜日の朝5時起きです。やっぱ練習とかあるもんね。かわいい、ありがとう。で、で、そう、そう、朝の涼しい時間に、少しでも涼しい時間に買い物に行きたいから、そこで買い物に行こう。まあ30分ぐらいで帰ってこれるな、自転車に乗っちゃえば。だから7時半ぐらいまでにお風呂掃除して家を出て、まあ8時過ぎぐらいには帰宅したいな。買い出しから帰宅。もう暑くってね、昼間に外出たくないのよ。だから今日もさ、日が落ちてから買い物に行ったの。もう夕方夜ぐらいにチャリをシャ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 って走ってって、パッて買って、パッて帰ってきた。でも夜はね、自転車でね、風切るのめっちゃ気持ちよかったよ。なんかちょっと涼しくて。そう、めちゃくちゃ刻むじゃん。え、じゃあ明日さ、本当に大忙しなの私。ちょっとまあどうせ明日の夜には私がどんだけ忙しいかみんなに伝わると思うから、まあ今は多く語っとかないけどさ、まず明日大忙しなわけ。いや、やらなきゃいけないことを終わり。で、帰宅するでしょ。まあこっからはまあいっか。でも明日ね、そう、 YouTube を撮んなきゃいけないんですよ私は。こんばんは。 YouTube の撮影在庫がまだ2つもあるというのに、明日動画を撮らなきゃいけないの。まあこれは何でかっていうのは後でみんなわかるから安心して。どうせすぐ分かるから。そしたら、どうせ明日中にみんな分かると思うから全然大丈夫。明日のショールームで多分全部喋ってるから、それが夜全部話してるから、それが。どうせ喋ってる。全部出ちゃうから。今日のスケジュールはって言って、今みたいに今日やったこと全部出してるから、明日の夜には。だから明日の夜の配信楽しみにしてもらったらいいんだけど、ちょっと待って、ここからどうしようかな。でもなんかね、最近 YouTube の構想をずっと練ってるんだけど、まあ、YouTube の構想を練っていると布団の中でずっと目をつむったままよく考え事を私するんだけど、いつ寝てもいいように。そう、携帯とか触っちゃうと寝れんやん。だからいつでも寝れるように目をつむったまま考え事するんだけど、考え事に熱が入りすぎてこのまま3時間とかある。考えながら、やばい3時間経ってる、寝れないとか最近よくありますね。喋りたがり。そう、それさ、自分のこと全部喋りたいの。だから自分がハマってることさ全部話したいからさ、この前もさ宝塚さんのこと一生話してた時期あったじゃん。まあ今も全然超好きなんだけど、そう、
もうなんか好きなこととかさ、思ってること全部さ垂れ流しちゃうのよ。配信とかじゃなくても友達とかその 近しい人に全部こうもう垂れ流しなのよ、私の思っている心の内が。そうだからさ、隠し事できないんだよね、自分のことに関して。そうだからさ、人にはなんか他人のことは言うほど興味ないから、まあ、言い方があれだけど、言葉を選ばないで言うと他人にそこまで興味がないから、なんか 人から聞いた秘密とかを広めてやろうとかは全くもうマジで興味なすぎて思わないんだけど、自分が思ってることは全部言いたくなっちゃって、そうなんかサプライズとか多分できないと思う私にじみ出ちゃうと思う、黙ってようと思ってもこの人に今から嬉しいサプライズをかけるとかなったらなんかみたいな感じが出ちゃうと思う。まあいいや、それはよくてスケジュール立てなくちゃ。えでもこんな分刻みでできるのかな、わかんないけど、明日は分刻みで動かないと本当に間に合わないかもしれないからな。1日24時間しかないから、でさえは睡眠時間もちゃんと取りたいからね。でまあここ、まあスケジュール通りに遂行できなかった時のために1時間ぐらいちょっと猶予を取っておこう、途中でそこで帳尻合わせる感じで。じゃあ明日は朝配信何時にしようかな。8時10、いや分刻みだるすぎるか。8時からいやー間に合わないかどうしよう。いや刻もう、8時15分からショールームするねこの刻み意味あるかなめちゃくちゃないかもめちゃくちゃないかも、この15分刻み、わかんない、めちゃくちゃないかもしれないけど一応刻んどくねじゃあここショールームにしとくね絶対意味ないから、絶対意味ないけど、ここから1時間やっとこう、1時間予定で、まあ、ちょっと早く終わったりその時のテンションであれかもしれないけど、そう、いや買い物ね1時間かかんないのよ、もうチャリでシャーって言って買うもの決まってるから、ポンポンって買ってシャーって帰ってくるだけだから、全然ね30分で余裕、30分でもはや余裕みたいなとこある。そうじゃあもう、じゃあちょっと一応ショールーム刻んどくね、8時15分からってことにしとくわ。そうちょっと8時からはちょっと間に合わなそうなので、私のポテンシャル的に。じゃあここショールームだけはなんか後で動かしたりとかできないから、ここだけちょっと余裕を持って8時15分にしよう。めちゃくちゃ刻むやん、スケジュール立てるの楽しいで、うーん、まあショールームは多分コーヒーとか飲みながらやってると思うわ。8時ぴったりにするよりは8時1分みたいにあえて刻むと意識強く残る。あ、なんかねそれ知ってる、聞いたことある。なんかさ8時3分とかなんかすごい微妙な時間に設定すると、そう3分に間に合わせなきゃって言って逆に間に合うんだって。8時からとかにするとなんか8時ちょっと過ぎちゃったりルーズになったりするけど、そうそう刻むとやっぱ私間に合う気がするから、私いつも8時からとか言って8時3分とかに始めるから、今日も多分2分ぐらいに始めてるから、ちゃんと刻めるように15分からに頑張るねまあちょっと配信はこれのんびり朝やってると思います。コーヒー飲んだりメイクしたりしてるかもしれない。じゃあ明日の私のコンディション次第ですね。こんばんは。てか明日はあと昨日ちょっとまた話変わるわ、昨日メイク道具新しいの買ったんですよ、だからそれを紹介するね。そうこのポーチの中身がちょっぴり変わったので、みんなに紹介しながらメイクしたいと思います。メイクに興味がない人は本当何言ってるか分かんないと思うけど、まあ、私の顔がどんどんメイクして可愛くなっていくところを見届けてください明日は。そうみんなにそう紹介したかったんで、新しくメイクさんに紹介してもらったメイク道具を昨日買ってきました。エッチさん水鉄砲ありがとう。今日めちゃくちゃ早口でおもろ。え今日なんか
テンション高くない、私。昔もこんだけ早口だったけど今日すごい早口、なんか昔の早口が戻ってきた。まあいいや。でショールームが終わったら、ショールーム終わった後15分ぐらいいつも休憩してるから15分休憩取っとこうかな。どうしようかな。じゃあ9時半からにしとこう。ちょっとその辺はなんかブレるかもしれないからちょっと猶予を持っておこう。9時半から、どうしようかな。悩ましいな。悩ましいですね。そう、詰めすぎるとなんか後々狂ってきた時に、時間間に合わないってなってきた時に多分うわーってなっちゃうから、猶予を持たないと。サリン美意識高くなってる。え、そうなんだよ。すげえ声でかくなっちゃった。そうなんだよね、わかる。サイもそう思ってる。自分で言うのもあれかと思ったけど、やっぱそこは自信を持っていこうと思う。そうなんだよね、サイもそう思った。どうしよっかな。15分休憩って学校みたい。確かに。あ、ショールーム始める前にさ、ローモ版のツイートしようと思ったのにめっちゃ忘れた。ショールーム終わったらツイートしなきゃ。ロードモバイルも、ロードモバイルも今日ちょこちょこやってたけど、みんな一緒に遊んでくれてありがとう。マジで楽しい、あのゲームやばい。でもなかなか進まなくなってきた。今日話コロコロ変わってごめんね。みんなついてきてるかな。いつものことか、コロコロするのは。いつものことだからまあいいか。もう鍛えられてるか、みんな。こんばんは。サリンの白レベルが高すぎてビビってる。あ、でも一旦多分白レベルこっからもう上げないと思う。そう、なんか上げると攻撃されたりとかしたら大変だから、一旦停滞で城の周りを発展させることに今遵守しています。そう、ヘルプされるとほんのり嬉しい。え、わかる。なんかさ、誰々さんにヘルプされましたみたいなさ、あの出るやん、された瞬間にフフってなるよね。あ、今この人ロボマンやっとんねやみたいな。そう、こんばんは。レイトン買ってやってます。あ、レイトンもね、1日30分ぐらいずつね、ちょこっとずつやってます、時間を見つけて。そう、魔の巣窟参戦してほしい。ああね、じゃあまたやるときローモバの中のチャットでやりますか。何時から行きましょうみたいな。まあ、まだ3週間あるからね、いっぱいみんなで遊んでいこう。頑張ってください、ありがとうございます。こんばんは。で、なんだっけ。ちょっと待って、もう一度。よいしょ。なんか最後手元なんか書いてると思うけど、みんな気にしないで。あと今日のお話しすること何かな。今日お話しすること、今日の出来事、今日の出来事は何だろう。何だろうな。
辺境の門頑張ってるけど全然追いつけなさ。辺境の門さむずいよね。辺境の門さ、行き詰まったらすぐ YouTube で辺境の門前4-1とかで検索して攻略してる人の動画見て、そうやってやるのかってやってやってる割と自力でできてるけど、本当に何回やってもダメってなったら YouTube めっちゃ見てる。髪の毛サラサラツヤツヤ。そう、最近ちゃんと病院行ったから綺麗だよ。辺境の門むずいで、ね、辺境の門とさ、もう一個なんかヒーローモードみたいなとこあるじゃん。なんかこうやって剣持った銅像みたいなボタンから入っていくとこ、ヒーローモード今積んでるんだけど、私一生進めないんだけど。ちなみに辺境の門はもう 4-13 とかまで進んでます。 4-12 かな、12か13ぐらいまで進んでますえ、ヒーローモードもうある一定のとこから進めないんだけど、勝てない、絶対勝てないんだけど、あれどうやって勝つんだろう。それは今ね、どこまで進んでるっけな、ちょっと忘れちゃった。めっちゃそれもめっちゃ進んでんだけど、そう、クソむずい。困ってる。マジで難しい、あれピエンピエンなんですけど、まあ、ああどうしようかな。こんばんは。ギルドに入って結局どうしたらいいのか正解が知りたい。正解っていうか普通にゲームを楽しくゲーム遊んだらいいんだよ。そうだな、それ新居に入ってからさ、デジタルスケールっていう、タイがパン作ったりするときにさ、いつも重さ測ってた機械買ってないことに今気づいた。めちゃくちゃ忘れてたな。あれ欲しいな。あれどこに売ってたっけな。あれ買うの忘れたな。そう、なんかもう家にあるやつ古いからこっちで買えばいいやと思って持ってきてなかったんだけど、そういえばそのまま買ってないや。こんばんは。まあなんとかなるか。どっか近くに売ってないかな。あ、間違えた。こんばんは。セリンきっと作戦練って配置したりするシミュレーションゲームがめっちゃ得意なんだろうな。でも結構考えずにやるけどね。ボンボンって。後輩にローボンボン教えてって言ったらやるんですかってめっちゃ意外な目でびっくりする。確かに。やらなそうだよね。サヤのファンの人あんまりやらなそう、ああいうゲーム。メガネかわいいですね、ありがとう。こんばんは。いやドンキとかね、東京ハンズにあるけど、そんな遠くまで明日行けないから、なんか近場で売ってるとこないかな。いや忘れてたな、すっかりすっかりすっかり忘れてた。
あどうにかなるか。よし、こんばんは。さかちゃんは今ねちょっと眠くなってきてね、テンションが落ち着いてきたよこうさっきまで元気だったからすごい元気に喋ったけどちょっと眠くなってきた。まあもう11時半だからね、このスケジュールをでも立てないと今日は寝れないからな。でも今日はもう12時に寝る。もう今日はお風呂も入ったし歯も磨いたし寝るだけもう寝るだけ。今日は夜も終わった瞬間って寝れるから、ちょっとローモバ触って時間かかりそうな建設とかだけポチポチしたら寝ます時間かかりそうなやつだけポチポチして、じゃあまた明日の朝まで放置っつって寝る。だから今日はもう12時に布団に入ります。12時に配信が終わり12時に布団に入る。もうだからもうバイバイピッスンって感じ朝のスケジュールをしっかりと守るために、そう今日早く寝るから早寝早起きするから。だから単純に今日早起きしすぎてめちゃ眠い。そうめちゃ眠いです。手のひらポカポカかな。めっちゃあったかいよ。なぜならお風呂上がりだからね。なんかさエアコン絶妙なんだけど、一度上げたらちょっと暑いような気もするけど今ちょっと寒いんだよな。なんか直接風が当たるから。そう、でもなんか今日はあれです、エアコンの温度を一度下げて、最近の中では家の中で汗をかかないように過ごした。やっぱずっとなんか微妙に汗ばんでんのめちゃくちゃストレスだなと思って、まあエアコン一度下げたことで上がる電気代と私のストレスどっちが大事かって言ったら私のストレスない方が大事だから温度下げたいや、さ YouTube の撮影どれぐらいかかるかな、いつもどのぐらいかかってんのか考えたこともなかったな。まあ2時間あれば撮れるだろう。2時間半撮っとくか2時間で撮れない気がする。こんばんは。なんかママに節約節約って頑張りすぎてストレス溜まったりとか熱中症になったりしないでって怒られたから、そう、ああ確かにって思った。こんばんは。自分はエアコンがなかった昔を思い出し扇風機の時間を見に挑戦します。まあでも昔と今のね気温違うからね、あんまり昔にはこうだったからって考えるの良くないですよ。そう昔と全然今気温が平均気温が全然違うもん。なんか前グラフ見たんだけど、そうとんでもないくらい上がってたから、平均気温 2,3 度くらい上がってるから昔は全く参考にならないよ。今快適に過ごせないと良くない、体調崩すぜ。今12時まで計画が立ったよ。あとは動画編集しとけばいいだろうあとは動画編集しとこうか。午後めっちゃ動画編集しよう。頑張れ私、頑張れ明日の私、早寝早起きして
午前中はちょっと刻もうと思ってんだけど、まあ、午後はまあいいか。午前中15分刻みとかしてんのにさ、午後は編集みたいな。めっちゃ適当なの。しけさんこんばんは、こんばんは。まああとはあとはいいだろう。午前中が私やる気出ないんですよ。お昼ご飯食べた後って結構やる気が出て、動画の編集とかも、まあ、夜中が一番はかどるんですけど、その次にはかどるのが午後なんですよ。そうで、午前中はマジでゴロゴロすんの。だから午前中はマジ分刻みでスケジュール組んであげないと、私はゴミみたいな生活をしてしまうので、午前中がこれだけしっかり立ったら逆に大丈夫ってことだよ。もうあとは、あとは逆に大丈夫みたいな。無敵。午後はもう無敵。そう、え、マジほんとゴミみたいな生活するから、そうすぐゴロゴロする。はじめまして、はじめまして、こんばんは。自分のことよくわかってるのね。まあさすがに19年生きてきたんで、なんとなく自分のことは分かってきました。じゃあ、午後は全部動画編集って書いておきます。私の体力の限界が来るまで動画編集しとけ。明日の私頑張れ。旅行も電車の時間とチェックインチェックアウトだけ決めて、あ、他は大雑把？旅行は順番は決めとく。なんか行きたいお店が3つ4つあったら行く順番は決めて、そうでチェックインの時間とかはあんまり決めないかな。なんか一応さ、ホテルの予約するときにさ、チェックインの時間書くじゃん。でもさ、大体その時間に入れないから、いつも電話する。すいません、ちょっと何時になりそうですって毎回電話してる。ホテルの人に。ちょっと何時に入れそうになくて、みたいな。で、どうしよう。悩ましいですね。この書いたスケジュールはちょっと壁にでも貼っておこうかな。明日起きてからずっと意識できるように。こんなもんか。明日はでもせっかく朝配信でメイクするなら夜もメイクしたままやりたいから、お風呂前に配信したいから、まあ夜配信はまた明日っすね。私が何時にできるか分かんないな。私が何時にできるか分かんないんで、また明日配信の1時間前ぐらいに7午後に書いとくと思うわ。めっちゃ疲れてたらお風呂上がりにやってるかもしれないしね。ああ、ほら入んないと無理だってなったらね、ちょっと
その辺はちょっとざっくり考えておいてください。うわ悩ましい。でも悩ましいね。この辺で配信しときたいから、一応この辺でしときたいっていうメモだけ自分に、明日の自分のために書いておこう。そう、前日の私はこういうふうに考えてたよって。あ、漢字間違えた。あれ待って、あ、思い出した。あ、今漢字すっごい、死ぬほど漢字今ど忘れした。本当に出てこなかった。よかったよかった。小学校の頃は夏休み自学用の時間割り組んで壁に貼った。えら、夏休みとかさ、2日目までに、小学生の頃の夏休みは2日目までに全宿題を終わらせて、あとは全部悠々自適な生活を送ってたから計画とか立てたことない。逆に計画的かもしれないけど。こんばんは。いや、最近はちょっと自分の漢字力の衰えにかなり危惧してて、そう、漢字力の衰えをかなり危惧してて、ちゃんと検索しないで脳みその奥の奥から漢字を思い出して書くっていうことを練習してるから、みんなに聞いたらダメなのよ、漢字書けないとダメなのよ。明日はゆっくりお風呂に入りたいからお風呂の予定まで立てようとしてる。でも夜お風呂とかの時間は多分絶対スケジュール通りに行かないから決めないでおこう。24時就寝ってことだけ書いておこう。24時就寝、就寝、はい、字間違えた。あー、でも合ってるか。あれ、ゲスト倒壊した。私は最後の2日まで宿題やりませんでした。まあそういうタイプもいるよね。私はなんか夏休みの開始2日目までに全部終わらせてたよ。まあ書き初めとかは別だけど、書き初めとかは適当真ん中ら辺でやってたけど、なんか夏休みのドリルみたいなやつは全部やってた。そう、全部終わらせてた。ドリルとかなんか終わらせられるやつ、日記とかはあの適当に真ん中らへんでやってた。OK。 え、これでできるか。私は明日このスケジュールで動けるんでしょうか。動けないと午後の私がどんどんきつくなるから、そう、午前中頑張れ、午前中の私頑張って。まあ、まずは7時に起床できるかどうかが一番要かな。一番要。OK。明日はこれで動きますよ、私。いいね、明日の私。OK。絶対に7時に起きる。え、ママ7時に起きるかな？で、ママ多分起きてんだよな。うちのね、お母さん早起きなんですよ。今日も7時におはようって LINE したらすぐ帰ってきた。なんかワンちゃん起きてないかもなって思いながら送ったら全然起きてた。なんかママが私より寝てることないんだけど、存在しない、その世界線が。ママが私より遅く起きる世界線ないんだけど。まあもうママ寝てんだけど。寝るのも早いし。すごいよね。ママ結構すごい。でも今日多分早寝このままできるから、起きれる気がする。7時だったら起きれる。5時とかだったらちょっと、5時だったら逆に起きれるな。
5時だったら逆に起きれるな多分。まあ7時なら起きれるやろ。まあ多分12時に布団入って、まあ多分30分ぐらいかかるから寝つくのに。でも6時間半寝れるでしょ。いやさすがに起きれるでしょ。明日は仕事の日だと思って私は起きたらいいんだ。仕事の日は寝坊したことないからね。まああと配信を8時からしな、8時15分からしなきゃいけないっていう、あれがあるから、配信予約しとくと絶対起きれるっていう私のあれがあるから、多分大丈夫。夏休みのお昼ご飯は毎日ペヤングだった。私はね毎日冷凍ドリアとか冷凍グラタンをレンチンして食べてたよ。当時は全然料理の理の字もできなかったから、そう料理の理の字もできなかったから、お母さんがいろんな種類の冷凍食品を買っといてくれて、なんか冷凍ドリアとか食べとった。食べながら動物のお守りしてた。友達と一生通信してた。でももう夏休みシーズンもうすぐですよね。明日は私も仕事だから起きなきゃだ。一緒に早くしよう。一緒に早くしよう。一緒に頑張る人がいると頑張れるよね。わかる。こんばんは。でも夏休み懐かしいな。長野県の夏休みってとんでもなく短いんだけど、なんか20日ぐらいしかないんだけど、20日もないかもみたいな。まあでも20日ぐらいか。20日ぐらいしかないんだけど、それがすごい嫌だったことしか覚えてないかも。でもでも動物の森、多分3、4年生、小学校3、4年の時は動物の森やってた。ずっと 3DS で動物の森友達とやってた。冬が長い。いや、長野県冬も短いです。春が長いかな、でも。冬めっちゃ短いよ。冬、10日ぐらい。冬休み10日ぐらい。春休みは、でも、どれぐらいだったかな。2週間ぐらい。春休みは2週間ぐらいでした。なんかトータルのなんか長期休みめっちゃ短いらしい長野県。そう、これ何回か話してるからもう耳にタコができたよって人もいるかもしれないけど、また話させて。文部科学省、教育のやってるのって文部科学省だっけ、がその学校の長期休み全部合わせたら何日から何日までの間にしてくださいねってあるんですよ。そう、まあ何日かちょっと具体的に分かんないんだけど、まあ例えば全部の休み合わせて100日から150日の休みにしてください、そういうふうにその中でやってくださいねみたいな、まあ、今の数字は適当なんだけど一応あるんですよ、その基準が。で長野県はそれの一番短いところを選んでるわけだから、全国でもトップクラスに長期休みトータルがめちゃ短いらしい。まあ、実は長野県民はね、長野県のこと教育県だと思ってるからね。そう、実際は学力そんなに高くないらしいんだけど、教育県だと思ってるから、教育への力の入れ方はなんか結構そう休みを減らすっていうところで結構作ってるっぽい。あんま学力テストね、長野県あんま順位良くないから、あんまりあれなんだけど。あんまりあれなんだけどね。あんま大きい声で言えないんだけど。みんな勉強頑張れとしか言えないんだけど。試験です、ありがとう。でも私不思議だったのがさ、中学とか特になんだけど、なんか、そんだけ休み短くやってるのに、最後まで進まないで授業終わったりするんですよ、1年間。そう。だから受験までに受験範囲が間に合わないみたいな。もう毎年の流れ。
毎年保護者から受験までに受験の範囲を終わらせてくれって言われてるけど、毎回終わらないんですよ。だからなんかもう塾に行かないと間に合わんみたいな。そう、マジで不思議でならなかった。なんで終わらないんだろうってなんでってずっと思った。授業の数だけめちゃくちゃ多いのに他の県より勉強遅れてるみたいな。なんでってそれで長野県の学生の学力も別に高くないって、マジでなんかもう不思議でしかなかった。なんかもうハテナしかなかった。みたいな。そう、マジで不思議だったね。不思議な長野県です。そう、長野県の教育は結構謎が多い。ってなった。生徒みんなに合わせてるから。でもそれはさ、他県でも言えることじゃん。他県でもさ、生徒みんなに合わせてこう進んでいくわけじゃん。でも私たちより授業数少なくても間に合ってるってことはそう、あかんくない？受験までに受験の範囲は終わらせなきゃダメじゃないって思ってたよ。そう、正直思ってた。まあ、さえ塾行ってたからあんま関係ないんだけど。やれないところは実際に試験に出た。私あれ、なんか高校受験の、あの高校受験ってさ、なんかセンター試験みたいなさ、あのみんなが受けるテストみたいなやつあるじゃん。公立校の、あのなんていうかわかんないんだけど、高校統一テストみたいな受験でセンター試験みたいなやつ多分あるじゃん。だから受けてないからさ、わかんないんだよね受けてないんだよね。いや、模試じゃなくて高校の受験、受験本番。そう、公立の試験。そうそうそう、公立ってなんかセンター試験みたいなやつを、センター試験の高校版みたいなやつを受けて、それでまあ何点以上が、ここの高校は何点以上ですよみたいな、なんかそういうノリのやつが確かあったと思うんだけど、あれ受けてないからちょっとあんまり試験がどんな感じだったかちょっと分かんない。受験から避けて、避け続けた人生だから私。受験嫌すぎて受験から避け続けてきてるから さて、眠くなってきたぞ。でも夏休みね、いいよね。なんか夏休みっていう概念が良くない。なんか夏に休みが欲しいとかじゃなくて、なんか概念が良くない。夏休みっていう、なんか響きだけでワクワクできる純粋な心がある夏休みいいよな。夏休みだからといって別にさ、どっか遊び行ったりとか全然してなかったけどね。ずっと友達とオンラインでゲームしてたもんな小学生としてどうなんだっていう。中学の夏休み何してたんだろう。私中2中3とかはめっちゃ塾行ってたよ。さ、夏休みも、夏休みなんか集中期間みたいな感じで塾自体がすごい盛り上がってたからめっちゃ塾行ってたけど、塾行ってたから遊んでないのかな。あんま多分遊んでないんだよな。なんか別に遊ぶとこもないしみたいな。うんーかな。夏休み矢印楽しいことあるかなって感じがよかった。わかる。なんかさ、あのなんていうの、期待値、期
1対1がやっぱ大事だよね。期待値が良かったんだよな、夏休み前の夏休みだみたいな。こんばんは、可愛いセリに会えたから今日もよく寝られます。あ、嬉しい。おやすみ、良い夢を。休みすぎると次学校とか会社行きたくなくなる。まあ確かに。始業式とかめっちゃ嫌だったもんな。今年の夏季休暇は愛媛旅行に使う。嬉しい、ぜひ見に来てください。こんばんは。高校の夏休みとかはもうエイトの活動でずっと東京にいたりしたから、夏休みイコール東京だったな、高校の場合はね。田舎に帰って走り回ってた。いいよね、その帰る田舎があるっていうね。うちが田舎だからさ。うちが田舎だからね、うちの場合ね。夏休み大半親の実家に里帰りしてたから東京にいなかった。うちさ、じいちゃんばあちゃん家がさ近所なんですよ。まあ、近所ってほど近所じゃないんだけど、まあ、長野県内なわけ。どっちも母方も父方も長野県内だから、なんかそう泊まるとかないからさ、行って帰ってくるから、しかも結構な頻度で行くから、月1ぐらいで遊び行ってるから、その長期休みの思い出としておばあちゃん家とかがあるとなんかいいなって。なんか友達とか聞くとさ、なんか沖縄にいるじいちゃん家行ってきたとかさ、そうなんかおじいちゃん家に行くのが旅行みたいな、なんかちょっと羨ましかったね。それが羨ましかった。まあじいちゃんばあちゃん家すぐ近くにあるといっぱい会いに行けてそれはいいんだけど、なんか旅行に行けるっていうのはちょっと子供心で羨ましかったよね。こんばんは。なんかね、お正月とかさ、昼に父方のおばあちゃん家でお寿司を食べて、その1日ね、1月1日の昼にそう父方のおばあちゃん家でお寿司食べて、でその足で夜ご飯を母方のおじいちゃん家で、なんか何食べたかな、なんか鍋食べるみたいな。そう、一日でこう新年の挨拶してたからね。はしご新年挨拶してたから。こんばんは。でもなんかさ、僕の夏休みの話したかったけど、もう12時になっちゃうから配信終わりにしなきゃ。最後にちょっと早口で喋ろう。僕の夏休みっていうセガのゲームがあるんですけど、なんかそれって都会に住む僕ちゃんが、そう田舎の親戚のうちに夏休みのさ30日の間だけ泊まって、なんか田舎の暮らしを楽しむみたいなゲームなんだけど、めっちゃ羨ましかったです。以上、はい、ランキングで終わりにします。13位ナンさんありがとうございます。12位ケンケンさんありがとうございます。11位バイコゾさんありがとうございます。10位ヒラリンさんありがとうございます。9位ちゃんショグさんありがとうございます。8位ダイカンさんありがとうございます。7位サトちゃんありがとうございます。6位ヤスさんありがとうございます。5位ピアノマンさんありがとうございます。4位マンダリンさんありがとうございます。3位タタマケンケンさんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今日はよく寝て、明日は早く起きてすごく頑張りたいと思います。明日の一日は有意義な日曜日にみんなしましょう。私と一緒にみんなも有意義な有意義な
日曜日にしましょう。みんな日曜日だからって夜更かししないでね。今日明日は8時15分にショールームで会いましょう。後で忘れずに7午後に明日は8時15分からショールームするねって投稿しとくね。おやすみなさい。